メイク配信をしようと思います。レコメンにメール送ってよ。ありがとう。今日メールいっぱい読むコーナーもありそうやけ、楽しみ。じゃあメイクをします。メイクをするやで。これライト一番明るいんかな。あ、一番明るいよ。もうベースはちょっとやっとって、さらにこれ見てください。これ嘘みたいに水色な、これチョコミントっぽい。嘘みたいに水色なんですけど、これで透明感を。聞いてください。この部屋が鏡がなくて、鏡あるんやけど、こういうメイクする場所で見るような大きい鏡がなくて、じゃけ今このすごいちっちゃい鏡でメイクしようと。じゃけさ、早くさ鏡変えたいと思って、100均で。そう、不便なんですよ。わ、当たった、誰か。とか髪の毛アイロンファーってする時も、あの鏡あれよ、電源があるところに鏡がなくって、電源がないところに鏡があるんですよ。じゃけなんかアイロンとかできんくて、そこで。じゃけこの携帯の何カメラの内カメにして今日はアイロンしました。じゃけコンビニじゃないや、100均行きたいんですけど、ちゃんとめんどくさくてまだ行ってない。じゃけ配信はなんかちょうどいい。これさ鏡になってるけんさ、でも色味とかね実際やらんと全然分からんのです。今日はなこさんとラジオ。楽しみ。楽しみです。ガリガリ君のメイズ食べた？食べてない。もうさ、ちょっと外を歩くたんびにコンビニ寄ってアイスエリア見るんですけど、もうねずっと出会えないんですよ。めっちゃショック。でも最近毎日歩くたんびに、ちょっと歩くたんびにコンビニ寄ってアイス食べてる。今日は行きは、今日稽古で一回終わって帰ってきたんですけど、一回行きはその家で箱買いしとったガリガリ君食べながら行って、帰りはコンビニで買ったあのさブラックみたいなチョコのアイスやけど、めっちゃさっぱりしたアイス、わかります？なんかあれ私スーパーにしかないイメージだったんやけど、コンビニにもあるんやと思って食べました。そう、なんかシャリシャリのやつ、あれそう、あれ美味しい。っていうかなんかチョコ系ってすごい濃厚な甘いイメージがあるっけ、夏はあんまりあれなんですけど、でもあれは食べれます。
私は毎日ピンクメイク、なんか気づいたら。でもシュナもピンクメイクなので、ピンクメイクっていうか、なんかもうピンクなので。じゃあどういうこと？え、納豆の日なの？あ、7月10日納豆。おお、食べてない、納豆。でも納豆ある。冷蔵庫にあります。すごいすごいノールックでアイシャドウずっと塗ってる。ノールックというか、一応配信の鏡みたいなのあるけど、でも全然色味見えん、これじゃ。すごい、なんとかなる精神。私このアイシャドウを使ったんやけど、ずっとこの色をチークにする。こことここ、あ、ここ、あ。最近なんか撮影で、あ、昨日かな、撮影でなんかチークを濃くしたらね、可愛かったけどね。今日は濃く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 、あ、そこ見えした、見える、ほんのちょっとさ、あ、見えんね、あ、見えんわ。ほんのちょっと下の底の見えてきた、底見え、ね、みんなに見えんかった。ラジオのナミックスの偉い、いや、なんかね、写真撮影があるみたいな書いてあったけ、メイクしている。メイクをしている。ちょっと大丈夫、ちゃんとした色味で見てないけ。ああああ、濃い濃いけど、まあ大丈夫。なんかめっちゃあるあるだと思うんやけど、その途中段階でめっちゃ濃いってなっても、最後に前髪とかいろいろしたら、あ、いいじゃないのってなるんですよね。鼻をチュルンとさせます。チュン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 。なんかこんな夜からメイクすることないけ、新鮮。さっきまで稽古終わって帰ってきて3時間ぐらい寝てました。なので、眠たくならず元気にラジオできると思います。みんな絶対聞いてリアタイしてください。すごい手慣れた手さばきです。シュ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 、そういう筆って時々洗うの？洗います。でも私は人よりもあんまりすぐは洗えてないと思います。でも洗うよ。ちょっとめんどくさがりなので。
てん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 ラジオも得意そう。ラジオあんまりやることないんですよね。 STU のラジオずっとあるけど、でも大人数で回しとるけんなかなか出番こんし、なんかさ前川とかがやってるみたいな少人数で回すラジオとかもしたことないけどさ、ちょっと何気にあんまり、マジ私年一あるかどっかぐらい、チリパ、いやでもそうかも、年一二ぐらいしか行けてない気がする。なんか毎でも私はそこまで久々な感じがなくて、毎回でも佐竹さんから毎回地方の久しぶりやねーみたいなやっと来てくれたねーみたいな言われるけ、あ久々かーってなる。怪奇現象あ確かに、でもファンクラブでねラジオ、あれラジオって言っていいラジオって言っていいか分からんぐらいやけど、あのラジオコンテンツをねできたので、そうちょっと慣れたかも。なんかなんかメイクしてる時の顔をさ世界に大配信しとるの嫌になってきたメイクしてる時ってさ集中しとるけさ自分がどんな顔してるかよく分かってないんやけどさ、基本半目じゃないですか。じゃけ変な顔してそう。あとはマスカラしたら終わりです。でも髪の毛も、そう髪の毛もせんといけんのよ。今何時ですかね。目標は、あこの配信を終わるのが、お32分あおうおうおおおいいんでねえかいい調子ですよ。これはこの配信を終わるのが21時20分え20分でいいか、21時20分までやる予定です。えすごい余裕じゃん。え拍手。もうちょっと早く終わるかも、もしかしたら。でもそんぐらいやります。15分とかに終わるかも。私マスカラってほんまに一番顔がシャキッとするんやけど、でも一番ねめんどくさいんですよね。マスカラが一番めんどくさい。ジェシーメイク落とす時もマスカラが一番めんどくさい。けー誰かやってほしいぐらいよしやっていきますよフフ早く鏡買いたい。
なんかさ、最近みんながあの配信後に私の配信のスクショを載せてくれとるやつをいざ見るんやけど、なんか肌加工してくれとったり、ちゃんと目が開いとるスクショタイムの時の写真を使ってくれとったり、なんかすごいそう優しいと思って、すごいね、そうこの感謝の気持ちを述べようと思ってたんですよありがとうございます。これからもお願いしますティリティルトゥ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 、本当にチュ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 、ちょっと下まつげしてるとかなんか痛々しいけど隠れてやる。いいですよ、いい感じに上がってきましたので、マスカラをします。キングダム愛用マスカラその1。私はマスカラは茶色しか使わないですね。多分黒の方がパチッってなるんですけど、でも私は目の色が茶色じゃけ、なんか茶色の方が合うなと思ってずっと茶色使っとる。あとなんかもうさ、バリバリにギャンギャンにぐるんぐるんにまつげをするから、黒だったら強すぎるけ、そう茶色使っとるね。テレテレテンテテテテテン、あたれギヨンが多い。確かに、ああ鏡が欲しい早く。こっちの目の第1弾のまつげが終わりました。え、みんなさ本当に、え、見とってほしいこの違いを。え、でも左右めんどくさいなでもこっちだけ一回やってみようかな。次これミルクタッチ、女の子みんな声やったし、この私のまつげのあれを解くとご覧あれでも今日もあれやけ、そんなまつげギャンギャンにせんくていいな。第2の工程、次は最後ワンジョンよ。
なんかさ、ホームページ最新のやつでメイクのこだわりみたいなあって、そう、新しい項目で、でマスカラって書きました。じゃじゃーん。え、すごくないですか？これ左右、こっちはマスカラし、ん？マッツ、ん？あげただけ、ビューラーしただけ。で、こっちは今やった。そうなんです。全然。変わるの。え、すごいよね。どっちも可愛いですか？どっちも良いですか？ね、今日って風強い？なんかさ、帰ってくるときめっちゃ風強いなって思ったんやけどさ、今も風強いよね。なんかさ、風の音する。やだよ、風強いの。やだよ。あ、でも一回は涼しいもんね。でも帰りはもう日傘がもうブワーってなって、私はもうずっと雨。え、嘘だ。え、嘘だ嘘だ。え、私ちょっと前に東京の天気見たらずっと晴れマークだなと思ったんですよ。え、雨なの？え、いやだいやだいやだ。え？え？やだやだよ。やだやだやだ。わがまま娘。そうなんじゃ。今雨。やだな。どうしよう。やだな。でもよかった、なんか外出てすぐに、あ、知らんくて外出て雨じゃって絶望するより、今ね先に知っといて出た方が、そう、準備、心の準備がねできていますので。どっちにしても傘ない。そうだった、どっちにしても傘ないんだったな。これは予期せぬ事態です。あ、まぶたについた。
広島明日の朝もやばいらしい。皆さんお気をつけください。本当に雨に気をつけて。クリオ、そう、この私が使っとるファンデーション、クリオ。よし、できました。よし、じゃあ髪やるぞ珍しく行動が早い。髪やるぞ、気合い入れてけ。おー、きぬじゃ。雨なら髪結ぼうかな。いや、やめよっかな東京の天気、すごい天気予報来た。あ、概ね曇り、現在の気温 34.1 度、温度なんちゃらなんちゃら。あ、おお、降水量いっぱいやん。あ、降ってない。でもあれかも、東京はあんまり降ってない。東京そこまで雨大丈夫、降ってないよ。おう、おうじゃあ髪の毛下ろします。降ったとしてもそこまで強くなさそう。でも傘買っとかんといけんね。だって今ね、梅雨じゃもんね。一応どうしよう。いや、ストレートおろしだな。ツインかな。ツインじゃないよ、ツインは絶対ないよ絶対ないですね。なんかステージとかでやることはあっても、とかお話し会とかですることはあっても、こういう時はやらないね。ちょうちゃん、あんまりケープは使わないと。いや、使います、使います。前髪固めるのに使うよ。一昨日ぐらい買った、なくなったっけ。最近は前髪自然体にちょっとハマっとる。なんかこんな感じ
紫ケープのキープ力すごそう。え、そう、紫ケープキープ力すごいけど、その上が黒いのがあって、私はそれが一番好きですね、ケープの中だったら。もうね、すごい、なんか絶対に動きませんみたいな前髪になる。でもケープじゃない固めるやつ、ニゼルっていうなんか薄ピンクのやつがあるんやけど、私はそれが一番好き。メイクさんに借りるときそれがあったらいつもそれ頼んどる。サラサラ、何分まで配信？15分になったらお礼をしようかなと思います。オイルつける。よし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 。え怒ってるって聞いた。怒ってない一個も怒ってない。今日はこれでもかというぐらい朗らかな気持ちでやってるのに。よしよしよし。よし、あとは前髪を、あ、前髪にもちょっとオイル、残ったオイルを毛先につける。そんなに怒りの配信しないイメージ。怒りの配信怒りの配信って何？いつかブチギレ配信するかもしれないよ。いつかもうこの野郎、このバカ野郎みたいな配信するかも。そう、隣ね、その隣散らかすって。で、スプレー、これはあれですね、もうちょっとでなくなるスプレー。もうなくしたい、早く。
段この色、これあんまりキープ力ないやつ。あ、でもレベル3や、レベル4中の3なんですけど、これでも普段この色買ったことなかったんですよ。でもなんかディズニー行く日にケープないって思ってめっちゃ焦ってコンビニで買ったのね。でもこれ結構あれでした、あの動かん、キープされるし、めっちゃ持つ。あんま使ってないけどかもしれんけど、ねえすごい、アラームが鳴った。私の56分毎日56分にアラーム鳴らしてるんですけど、私が何をすごいって言ったかと言いますと、あのバニラランキングとかいちごランキングとかあるやつ、他のやつはランキング低いけどチョコミントだけちょっと高い今上にさテラップのとこに出とった。みんな私の好みを分かってくれてる。え、どうしよう、あのさ TikTok さ今日のストックあるんやけど、マジあのいつ、え、結構もういつなくな、いつ載せれんくなってもおかしくないぐらいの感じじゃけん、大事にしていきたい気持ちがあるんですよね。いやでも今日は載せて、明日はちょっとやお休みしよっかな。なので今からあの一瞬配信止めて、載せようと思います。じゃあちょっと載せるボタンを押す、あともう数秒か数分したらみんなのところに届くと思います。今日のはあれです、みんなと配信中に撮った TikTok、 あのチャートリ公演終わりに家で撮ったやつを載せました。え、なんかささっきからちょこちょこゴロゴロみたいな聞こえるんやけど、これは花火やないわ、雷、雷の音かなこれ。なんか上の階の人とかの音かと思ってたんやけど、これ雷説ありますか。バイクじゃなくて、いやなんかね上から聞こえるよね。今が手を皆さんぜひ見てください。でも雷はあの好きではないけど、なんかうおってなる。
だってなる。めっちゃ近くとかだったら怖いけど、楽しみ。なこさんと流れ的に雷も苦手そうなのに。そう、虫お化けは苦手やけど、それ以外はいけますね。来週は緊張する。今はまだせんけど、でも、楽しみの方が強いです。なんかなこさんのマネージャーさんが、私が STU 時代、 STU 時代というか今も STU なんですけど、私が私の元マネージャーさんでもあって、 STU の方のですっごい、ソロコンとかもの時に担当マネージャーさん ですごいお世話になった人なんですよ。お世話になったし、今もお世話になってるし、仲良し。そう、じゃけなんか全く知らない現場にピョンって入るより、知っとる人がおるけ安心感あります。ねえ、虫の顔絵文字使わないで虫の顔文字を使わないで。でもなこさんとは本当に全然喋ったことないのでドキドキです。怒りきた確かに私がいっぱい怒らせたい時は無視よ。千穂の TikTok 毎日楽しみにしてるのにコメント消える。コメント消える、それさ、なんかさ、たまに言われるんやけどさ、ほんまに消してないけんね分からんけど、ほんまにどんなになんだこのコメントって思っても消したことないです、 TikTok のコメント。じゃけ多分バグかなんかなので、何度でもコメントしてくれたら嬉しいですなんで消えるんやろね、ウケるTikTok、 たまに消えるみたいな、なんでなんだろうね、消されてるのかな一応まだ消したことないですでもいつか消すかもでもまだ消したことない。あ、見てくれました？今日の TikTok。 今日はキスの仕方を教えてほしい。どう
じるの女の子。チャートリでちょっと前に始まってやり始めたやつなんやけど、もうねこれサイクリンがセンターなんですよ。でサビ終わりにあのコメント一言キスしませんかみたいな言うんやけど、それが本当に可愛い、本当に可愛い。めちゃくちゃ可愛いこの子って思いながら私たち位置的にサイカリンがセンターでそれ言っとって、その斜め後ろぐらいで見守っとる人なんですよ。だけうわこれめっちゃ可愛いなと思いながら、もうこれサイカリンファンの人、そのサイカリンファンの人以外もだけど特にサイカリンファンの人はもうこりゃとんでもないだろうなって思いながらそう見てる。可愛いよね。あと私が最近これめっちゃこりゃ可愛いわってなったメンバーがリコチなんですけど、あのリコチの写真集のアザカットが全部めっちゃ良くないですか。めっちゃいいし、表紙のあのなんか横側の水辺みたいなやつもえこれマジでいいと思って LINE しようと思ったんですけどまあいいかと思ってまだしてないんですけど、なんか Twitter で流れてくるたんびに全部なんか衣装とか場所もめっちゃいいし、あれさリコチプロデュースみたいな感じじゃないですか、自分でやってるみたいな感じで、そう全部めっちゃめっちゃ素敵と思いました。なんか今までさいろんなメンバーがそういろんなメンバーが写真集出してるけど、そうみんなね毎回めっちゃ可愛いなと思うんやけど、一番なんか印象に残ってるリコちゃん。そう。可愛い。え、マイケルもめっちゃ可愛い。あのバレリーナ、バレリーナのなんか座ってる写真めっちゃお気に入り。あとおばあちゃん家で眼鏡かけてるやつみたいな、みんな可愛い。なんかさ写真集出すでさイベントで決まったメンバー、あと福ちゃんとリオツンとあいこじ楽しみ楽しみ。全員色が違いますよね、なんか持つ雰囲気が。みんなの見るのとても楽しみです。どういうポイントを見てるの。え、なんか可愛さなんか、え、なんじゃろう、なんもそんなあれはないけど、パッと見たときにはっってなる、可愛いってなるそう。あとその子らしさが出とる写真はすごい素敵ですよね。明日の朝雨降るみたい。嫌だ嫌だ。教えて。あ、ねえみんなにさ紹介っていうかおすすめ、私粒組めっちゃ好きなんやけど、これすごいんよ。粒組の
ソーダだけめっちゃ大きいやつが出とって、なんこれと思って買ったんやけど、これ美味しい。これさ5種類味が入ったんやけど、私圧倒的にめっちゃ好きな味があって、メロンソーダなんですけど、え、ちょっとね伝えたいと思います。皆さんに美味しそう。なんかこういうさいっぱい味が入っとるグミとか、そんな味の違いのこだわりなくて適当に取って食べるんやけど、毎回粒グミ食べるときは適当に取ってポンって食べたらうまっってなるやつが毎回メロンソーダなの。いただきます。アホっぽい。めっちゃ美味しい。本当に何などんなふうに美味しいかというと、ちょっと味わって食べますね。え、なんでこんな美味しいやろ。なんかさ全部なんちゃらなんか炭酸系なんですよ。サイダー、ジンジャーエール、コーラ、メロンソーダ、グレープソーダやけ、そんな言っても味変わらんやろと思うと思うんだけど、メロンソーダめっちゃ美味しいよ。私ほんまにメロンソーダだけで出してほしいぐらい。シュワシュワしてるの、いやシュワシュワしとらんね。なんかシュワシュワってよりもメロン感が強い。全部シュワシュワしてない。炭酸の系の味やけど全部シュワシュワしてない。え、ほんまにおすすめ。あれっぽいです、あのさ何回ね、カラフルなこういうグミの何回ね、アポロとかそういう系統の昔からあるみんな好きなやつみたいな、こういうやつに入ってる。あ、そうポイフル、ポイフル、すごいよくわかったね。そうポイフル、ポイフル、え、すごい。そうポイフルっぽい感じかな。そう美味しい。基本的にメロン味が好きなの。あーでもうん、メロン味好きかも。そうポイフル、え、嬉しい、以心伝心。そうポイフル美味しいんですよ。出かける準備しよう。持っていくメイク道具を選抜して、バッグに入れます。今日はこれ、韓国で買ったやつ。どうすればいいの、と、あお、あと串、あとミンティア、違うカバンか。もう、あ、15分、ありがとうございます。それではお礼をしたいと思います。20位カズキンさん、19位ミックさん、18位フレッシュメロンさん、17位ブルーさん、16位シロケンさん、15位ナマハゲさん、14位ユリアピースさん、13位チャイコさん、12位グリオティーヌさん、11位砂時計さん、10位玉三郎さん、9位フークロさん、8位ダンシンモンキーさん、7位平継さん、ラッキーセブン、6位ロッソさん、5位テリーピーさん、4位釣りケンさん、3位ヒロロンさん、スイスイ。
に岡山オレンジさん、ツーツー、そしてそして第1位はヨイチさん、イエーイ。ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ということで皆さん今日は来てくださってありがとうございました。この後ラジオなこさんのねラジオレコメン生出演いたしますので皆さんぜひ見てください。あ、聞いてくださいあとなんかハッシュタグつけてね感想もいっぱいツイートしてくださったら嬉しいです。リアタイしてください。じゃあバイバーイ、行ってきます。あ、スクショタイムしよう。聞いてね、ポーズ。バイバーイありがとうございました。またねー。